それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。パクスオトマニカ前に行きそうです。ルクスフロンティア、それに続いています。さらにはエクロジャイト、2番ソッポータルマカ、その後ろ先手を取ったのはルクスフロンティア、内からはナイオットガール、その外からハッスルダンディ、すぐ後ろにミスティックロア、プレメダンジュ、そのうちに続いています。その外にオメガギネス。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。魔王の嵐、それに続いています。これに続くのがマテンロガイ、並んで8番ベンガバリラビア、その外にツーカイリアル、内からはリバートルー、最後方にクールミラボー。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度13番エクロジャイト、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はエクロジャイト、2番手はパクスオトマニカ、オメガギネス、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエクロジャイト、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。エクロジャイト先頭、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。残り 200m を通過してミスティックロア追い上げてきた。ミスティックロア抜けた。2番手はエクロジャイト、ミスティックロア、ミスティックロア1着、2着にはどうやらエクロジャイト、勝ったのはミスティックロア、このレースを制したのはミスティックロア。